第2のダルビッシュ投手、田中将大投手を育て、日本一の投手コーチ佐藤義則さんの目が光る期待の若手投手育成指導内容大公開。やってきたのは野球専門学校カンメディベースボール学院。ここに日本一の投手コーチといっても過言ではない佐藤義則さんがいらっしゃいます。現役時代は独自の球種ヨシボールを武器に40歳でノーヒットノーランを達成。あのダルビッシュ投手や田中将大投手など多くの NPB 投手を育て4球団で優勝を経験。まさに優勝請負人として日本野球界を支えてきました。そんな佐藤さんが現在アマチュア野球カンメディベースボール学院でコーチをされていました。そんなカンメディの有望な選手をご紹介します。1人目は石田直也投手。特産 TV がずっと密着してきた選手でした。今年の春から三菱自動車京都という社会人野球チームでプレーします。石田投手といえばこの美しいスピンの効いたボール、3年間磨きをかけてきました。わあ、相変わらずめちゃくちゃ綺麗な球を投げてますね。なんなら増してる。右の回転数は結構こう意識してる。ああ、パワーアップされてる。美しいマス。わお。続いて遅れキャッチボールしている外野手有田涼雅選手。今年から四国アイランドリーグ高知ファイティングドッグスに入団が決まっています。その守備力で高知の方々を魅了してくれることでしょう。そしてセカンドを守る宮下大成選手、昨年の都市対抗野球大会にも出場しました。北陸の強豪菱木海陸運送に入社が決まっています。野球選手家ではこんな風に、無論選手自身がしっかり力をつけた上でですが、ここに合わせた就職先を監督コーチと共に探し、全員が就職できるようなシステムを作っています。そしてブルペンでは佐藤コーチが見守ります。まずは石田投手、約2年前がこちらです。ある程度、はい、俺の中ではだからカーブとかチェンジアップとかは打ってもらうボールと思ってほしいんです。打たせるボール、打ってタイミング外れて打ってもらうボール、はいはい、まっすぐ待ってて甘いからカーブをタイミング外してフライを打ってもらったり、フォークとかは打ち取るボールってこう分けて、打ち取るボールと打ってもらうカウント取るボール。めちゃめちゃとかだと、まあ、ダルビッシュとか、楽天センターのマークとか、が高いから、それまた別の話ってなるんですね。まあ、スライダーなんかでも一人多く曲がるし、はい、まあ、ものが違う。まあ、例えば、ワンアウトサードで、カーブなんか投げたら、追い込んでから投げたら、簡単に外野フライ打たれやすいじゃないですか、はいはい、ボールが遅いから。だからそれは禁止、なるほど、投げちゃいけないとかのアドバイスもしてるし、だから使ってはいけない場面もあるわけです。だからいいバッターになるほど待ってなくてもカーブは打てる、はいはいはい、だからやめてくれって。なるほど、使い方ですね、はい、フォークボール投げてるけどワンバン投げになって教えてる。おワンバン、フォークでもワンバンぐらいでとかって言うの？もうノーはダメです。練習はもうノーバン。なるほど。例えば空振り取ってキャッチャーが弾いたら一塁行っちゃうじゃないですか。確かにそうですね。また基本的にノーバンで落ちる練習をしてほしい。おまあまあ簡単ですよね、投げるのは。確かにならないと使えなくなってしまう。そうなんですよ。だからもうノーバンで練習してくれっていう話です。そこに落とせる精度がついていくと強くなりますね。どこで振ったら今度は落ちる、はい、ノーバンで行くって覚えてます。基本的にはミットよりは落ちなくても低く行けばゴロになるっていう考えなので、それを高く落ちないで抜けてガンって、はい、だったらミットにまっすぐ強く投げてくれる。落ちるように持ってるわけだから、はい、それをここで離したらミットに行く。で、落
つなくても低いボールになる。ピッチャーは本当に昔の村田さんってバウンド釣るフォーク投げるピッチャーって結構少ないですかね。スプリットみたいな、はいはい、うん、その辺もだからワンバンばっかり投げてたらバッターなんか振らないです、うん、それでいうと最近こうまたカーブが増えてきたかなと思うんですけど、まあ俺らのちょっと後のぐらいはカーブ投げるピッチャーね、一時少なくなって、はい、スライダーが主流になったけど、またカーブ多くなって、そうです、長いイニング投げるのは絶対カーブは必要なんですよね。あ、まあ、簡単に言ったら休むボール、6分か7分で投げれるボール、あーこれだとああいうことが起きるわけですよね。空振りしても一塁に行かれる。バッター側としても捨てれますよね。そうだ、ここは制球できてないなって思われちゃったらですもんね。カトコちゃん、あと決してまっすぐは決してだから速くなかったとは思うんですけども、あれ、はい、これ速かったよ。何言ってんの。みんなさ、やめる頃しか見てない。本当に晩年になってますけど。そう、みんな晩年しか見てくんないから俺の。晩年でもそのノーヒットノーランをされたりとか。そう、あれは38キロぐらいしか出てないけど。そういう時のこうピッチングかなんていうかね。まあ、いや全然変えてないですよ、うん、でまあ年々コントロールも良くなったし、まあ、その自分の方もでただ遅くなったなとは感じながら、はい、ただもうとにかくこうボールが弱らないようにまっすぐでも36キロでもファール取れるようなこうスピンの効いたボールを投げようと思う、はい、あ、こう見ていてバッターが変わったなっていう感じの瞬間とかありますか。やっぱり、ね、空振り少なくなったんですね。やっぱりこうピッチャーにもいつもキャンプから言うんだけど、はい、バッターは朝から晩までバット振ってて、はい、今ピッチャーとかね60球何投げたらやめるような今時代になってきてるんで、はい、それを抑えるったらやっぱ結構しんどいですよね。やっぱりこう1球は空振りするけど1球前は空振りしない今のバッターは。結構変化球にもついてくるし、やっぱり練習量が多いもんね。ピッチャーずっと投げるわけにもいかないですよね。もう壊れちゃうからね。ただ今の方は球数投げるのが少なくなってるから、はい、だから実際的にはコントロール悪いピッチャー多いですよね。あ、だからブルペンでもじゃあ同じところで3球ボンボンボンって投げれたらそんないないですよね。あ、まあ、今まで見ていてやった棋士くらいかな、一緒にやった中ではラップで、はい、あの乗り元でもなかなか同じところ3球4球いかないです。 NPB でも、はい、佐藤コーチがこういろんなあまたのピッチャーを見てきている中で一貫して同じことを伝えてるっていうのかテーマみたいなのあるんですか。ピッチャーに一番最初するのはとにかくまっすぐをしっかり投げること、はいはい、だからソフトバンクの時も第1クール第2クールまでは変化球禁止にしたい、まっすぐをしっかり腕振るまでは変化球投げるなっていう風にやってます。なんかまっすぐは何かっていろんなとこ投げないといけないじゃないですか。カーブだったらここアウトコースばっかりだけど、はいはい、いろんな場所で投げないといけないからまずはそれをしっかり腕振って投げれるように、うん、そこからまあ変化球はまあ一応あれけどいつでも投げれるような気がするんですよ。コツさえ覚えればあんなボール投げてもあそこに3球打ったらみんななかなかいいピッチャーいないですけど、結構ね、もっといいボールって思って投げるやつが、ね、確かにもっとはいらないって言ってそれでいいんだ、このボールを続けてくれって頼んでるもっと行くはずって言って確かに行くかもしれないけど、そう思ってしまいますよ。それ9回ツアウトでランナー最後の時だけやってくれって感じで、はい、あ、確かにそのコントロール、メンタルコントロール大事ですね。 それを覚えてくれたら力入れたり、ね、抜いたりもできるし、なるほど、まずは最初にナイスボールを続けてほしい。確かにもっといたはいけるそう、みんなも上げてやろうとか、まあ、次行かないですよ。確かにそれが力みを、うん、そう、そんな佐藤コーチも一目置いていたのが山本浩輝投手。もっと抜いてもいいよ、後ろ力入りすぎたよ。非常に力強いストレートを投げ込んでいました。しかしそんな山本投手に課題が、実はスライダーです。
このスライダーを投げるときに上げようとしすぎてフォームが変わってしまうというのです。それを佐藤コーチと一緒に改善していました。選手と停滞する選手の違いとかって何かありますか、差というか。まあ一応選ばれてね、スカウトが取ってくるんだけども、はい、器用な選手とか、はい、柔軟性とか、不器用な選手も結構プロ来てるものいるんですよ、はい、もう本当にこれやったらこっちできないとか、はい、まあ、それのがポンポンってできるやつがやっぱ早いと思いますね。なるほど、はい、あとはね、その能力ね、ダルビッシュみたいにあのちょっと体ができてたらボンボンと投げれる、はいはい、ね、田中みたいにもちょっとアドバイスしたらすぐねできるやつは早いっすね。バッタで糸井みたいなねすごいやつ見るけど突き切りでもダメなやつ。なるほど、そういう違い。ハムリーが突き切りだったんですよ。そうなんですね、ピッチャーとして。ピッチャーとして、結果野手として大成功してます。本人としたら大成功したけど、ただやっぱりこう走ったり能力高いやつはやっぱ早いっすね。そうなんですね、みんなプロに来たからってみんな良くなるとは限らない、うん、そうですよね。まあ、そういうのばっかり入ってきたらね、もうすごい楽だよ。そうですね、勝手に伸びていくっていう。そう、もうだって、いいの教えなくてもいいですもん。あまあみんなダルビッシュと田中教えたんだけど、楽だった言い方変だけど、ほんの、あ、ここを変えたら良くなるなで田中はやってくれたし、あ、楽天に行く前にテレビ見てたんですよ、はい、それがたまたま放送で田中は投げてて、家でこう見せて、あの膝直したら良くなるのになと思ったら野村さんが呼んでくれて、で11月に行ってすぐキャッチボールからこれ割れるから低めがこう強い振りいかないんだよって言ったらすぐやってくれる。あとそんなもんないですね。 NPB 選手同様に現在カンメディ選手に対して静かに熱くそして的確な指導をされておりました。近い将来佐藤コーチの教え子が NPB に行くかもしれません。ちなみにダルビッシュさんに佐藤コーチとお会いしましたよというメッセージを送ってみたところ、なんと正直教えてもらったことはあまりないとのお返事でした。というのもですね、佐藤コーチ自身選手に押し付けるということは全くせずに、気になったことは言うけども最後は選手に任す、選手を尊重するという指導スタイルでした。ダルビッシュさんとしても静かに優しく見守ってくれたのが一番大きかったですねと語っていました。今後のカンメディ投手陣の成長が楽しみです。